こんにちは。ご視聴ありがとうございます。では続きを見てみましょう。レベッカはグレン酒場の地下で寝ちゃったんですね。今日は職場じゃなくて駅へ向かいます。少しお金が貯まったので休暇をもらい、鉄道に乗って他の国を見て回りたいと思います。仕事仲間から豪華客船の話を聞いたので、まずは港町のレンドアへやってきました。明るくて綺麗な駅ですね。美味しそうなものも売ってます。3階建ての立派な駅ですね。船ありました。目の前です。本当に豪華ですね。こんな大きな船は初めて見ましたよ。いつかこれに乗って旅したいですね。駅ビルも立派です。さて、町の探索をしましょう。すぐ横に酒場があるので行ってみましょう。昼間でもお客さんいますね。船乗りさんですね。海の様子がおかしい？あ、ベッドがある。なんて気の利いてるお店なんでしょう。何があったのかちょっと詳しく聞いてみましょう。せっかくの豪華客船も今は出発できないみたいでした。今日も張り切っていきましょう。世界は広いですね。次はどこにしましょう。これ何でしょう。ワープできますね。行ってみましょう。駅とは反対側にワープしました。風車。わー、空と海が素敵です。
最高の眺めですね。海の民、ウェディ族の国ですね。え？水着着ないと入れないの？意外とルールが厳しいんですね。足だけ入れたから今日は行こう。さて、町の探索をしましょう。今回は別の場所から。でも情報は結局こういうところに集まってくるんですよね。何かに怯えてる？猫の魔物？何か重要なキーワードかもしれません。これはちょっと詳しく聞いた方が良さそうですよ。どんな魔物なの？床が硬い。まあでも寝れたので今日も元気いっぱいです。さあ次の町へ行きますよ。水着屋さんあった。泳ぐのはまた今度にしましょう。酒場にベッドさえあれば今のところ住みたい町ナンバーワンですね。ドワーフ族の国。石畳の町ですね。あれ、お城なの？お城にしてはだいぶくたびれてる感じですね。まずは情報収集しましょう。これが早く移動するためのアイテムですね。そんなに遠くないですね。行きましょう。この辺りですね。ありました。これをさっきの人に渡せばいいんですね。
ちょっとだけ寄ってみましょうかね。誰かいるかな。流行り病でぽっくり？これは何か重要な気がしますよ。ちょっとその話、お姉さんに詳しく教えて。はい、そろそろお時間が来てしまいました。レベッカは友達を作るのが得意なんですね。あそこはカラオケもあるので盛り上がりそうですよ。レベッカの酒場巡りの旅はまだ続きそうです。というわけで、今日も最後まで見てくださりありがとうございました。